やひろみつひでは、日本の弁護士。1973年、福岡県立福岡高等学校。1977年、西南学院大学卒業。1984年に、福岡市沢楽において、西人共同法律事務所を開設。弁護士として、患者の権利宣言運動に参加し、患者の権利法制定を提唱した。医療過後訴訟。 国賠訴訟、刑事冤罪弁護、精神科医療に関わる患者隔離等、人命、人権、人生被害をもたらす諸問題に取り組んできた。1998年より、来予防法意見国家賠償訴訟いわゆる、ハンセン病訴訟の弁護団代表となる。2001年熊本地裁での勝訴確定後も、ハンセン病問題の全面解決に向け、国との協議にあたる。 2003年より薬害肝炎吸収訴訟の弁護団代表となる。2008年薬害肝炎問題の全面解決を求めて、いわゆる薬害肝炎救済法を議員立法によって制定させるとともに、国との間で和解解決のための基本合意書を締結し、この問題の全面解決を図る。主として、医療科後及び交通事故等事件の患者、被害者代理人として、 業務を行う。関わった著名事件は以下の通り、医療加護交通事故、刑事冤罪、精神科医療など、福岡県弁護士会、国際人権法学会、維持法学会、法と精神医療学会など、ありがとうございます。